火葬。火葬とは、早々の一手段として、遺体を焼却することである。また、遺体の焼却を伴う、葬儀全体も指す。火葬を行う施設や建築物を火葬場と呼ぶ。火葬は、日本では、一般的な葬法である。日本で始まった時期は、はっきりしないが、日本国内各地の縄文時代の遺跡からも、火葬骨が出土する。 弥生時代以降の古墳の様式の一つに、かまど塚、横穴式牧師粘土室などと呼ばれる様式のものがあり、その中には仮想が行われた痕跡があるものが認められる。それらは6世紀後半から出現しており、最古のものは九州で590年プラスマイナス75年の仮想が確認されている。平成26年、2014年2月、 長崎県大村市の弥生時代後期、2世紀頃の竹松遺跡において、長崎県教育委員会の発掘調査により、仮想による埋葬と見られる人骨が発見されている。これが検証の上認められれば、仮想の歴史はもっと古くから存在することになる。これは釈迦が仮想されたことにちなむ。奈良の元号寺の海祖、道明が、 自らの意志で民に模範を示したところに始まったと伝えられる。700年、文武天皇4年以降を報じて、大原に仮装す。天下の仮装これよりして始まる。と、法辞園、岩波書店にもある。現代でも、仮装にするの意味で用いられる言葉として、ダビに、負がある。このダビ、ダビ。ともは、仮装を意味するインドの言葉、モヤスに由来し、仏教用語である。 俗日本記によると、前述の通り日本で最初に仮装された人は、文武天皇4年、700年に仮装された、宋道明である。また最初に仮装された天皇は、702年に死亡し、上がり、も、がりの儀礼の後、703年に仮装された、自当天皇である。8世紀頃には普及し、天皇に習って、上級の役人、公家、武士も仮装が広まった。 万葉集二話と短歌で読まれ、最愛の人を送る、最後の別れの煙が、いさよふくもであり、それは鳥も直さず妹と認識できると謳われており、万葉人特有の優かしさと、優しさが感じられると、日本での近代化僧路開発の元祖である、なるみとくじかは述べている。日本では、平安時代以降、皇族、貴族、僧侶、浄土集門徒などに仮想が広まった後も、 土葬が広く用いられていた。仏教徒も含めて、近世までの主流は、火葬よりも、死体を棺桶に収めて土中に埋めるそうであった。儒教の価値観では体を傷つけるのは大きな罪であったほか、人口の急増で埋葬地の確保が難しくなる、明治期に至るまでは、少なくとも一般庶民にとっては土葬の方が、安上がりが、ためとの説がある。比熱の高い、 イコール温度が上がりにくい水分や分子構造が巨大で複雑なタンパク質を多量に含んだ遺体という物質を小骨に変えるまで燃やすには生活必需品としても貴重だった焚き木を大量に用いる必要がある。また効率よく焼くための高度に専門的な技術が求められるため火葬は費用がかかる葬儀様式であった。明治時代に入ると 東京の市街地に近接する仮想場の周期や売園が近隣住民の健康を害していることが問題になり、警保領、警視庁の前身が司法省へ仮想売店伺いを出した。この問題に最始明治政府は、新党派が主張する仮想売店を検討するのは、ふと仏教像が推進する仮想を認めたことになる。仮想は仏教双方であり廃止すべきとの主張をとり、 東京府、京都府、大阪府に土葬用墓地は十分に確保可能か調査するよう命じ、土葬用墓地枯渇の恐れは低いとの報告を受けた直後の明治6年、1873年7月18日に仮想禁止令、大上官布告第253号を布告した。だが、都市部では間もなく土葬用墓地が枯渇し始めて埋葬量が高騰したり、 埋葬受け入れが不可能となる墓地も出てきたりして混乱をきたした。仏教徒や大学者からは仮想再開を求める憲白書が相次ぎ、政府内部からも仮想禁止令に反対する意見が出て、明治8年1875年5月23日には禁止令を廃止している。その後、明治政府は仮想場問題から宗教的視点を廃止して、 公衆衛生的観点から仮想を扱うようになった。伝染病主体の仮想義務化に加えて、土葬用墓地の新設や拡張に厳しい規制をかけ、人口密集度の高い地域には土葬禁止区域を設定するなどの政策をとった。また、大正時代頃より地方自治体が仮想場設営に積極的になり、土葬より仮想の方が費用や人手が少なくて済むようになったこともあり。 現代の日本では、火葬が飛躍的に普及し、ほぼ100%の火葬率である。土葬習慣が根強い一部地区の住民、火葬を禁忌する、宗教宗派の外国人、大規模な災害の後火葬場が使えない時を除いて、ほとんど全ての遺体は火葬される。その理由としては、以下の点が挙げられる。しかし、日本においても火葬を忌む場合はある。 世界的に見て、イスラームなど、仮想を近畿とする会律を有する文化が少なくない、先日諸宗教における仮想。近年では、日本国内の日本人、外国人の中で、ムスリムの人口が増加しており、仮想が主流の日本国内で暮らす彼らは、山梨県甲州市と北海道余市の2カ所しかない、土葬が可能な施設に当たらなければならない。なお、 ムスリムは死後二十四時間以内に埋葬を終えなければならないとされているが日本国内では下記するように5枚法の規定で一部の例外に該当しない限り埋葬ができないましてや土葬可能な施設が遠隔地にあることがほとんどなので埋葬までに死後数日墓地を確保できていない場合はそれ以上をどうしても用してしまう状況にある日本では墓地 埋葬等に関する法律、5埋法第三条の規定により、死体、もしくは妊娠七ヶ月以上の胎児は、原則として死後、もしくは死産後二十四時間以内は、仮葬、及び土葬してはならない。ただし、妊娠六ヶ月以下の胎児は、対象外であるほか、感染症法三十条の規定により、同法で定められている疾病、すなわち1類から3類までの感染症や、 新型インフルエンザ等の感染症による死亡の場もこの限りではない。該当感染症については感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の項、及び関連法令条文を参照。また、仮想を行う場合には当該死体に係る死亡届等を受理した市町村長の許可が必要である。お前法第5条。 この許可を受けずに仮装した場合には、母埋法違反となるほか、罰則規定同法第21条、刑法第190条、死体遺棄、死体損壊罪の刑罰に問われる行為である。物式では、仮装の後の、小骨は、骨壺に、収む、銃、骨して、途中に埋蔵。日本の法律では仮装後の小骨を途中に安置する、ことを、 小骨の埋蔵をと定義しているするか、納骨堂等に収蔵されることになる、墓地、埋葬等に関する法律、第二条。したがって、仮葬は、葬儀の手段の一つというよりも、葬儀の一過程であるという考え方もある。または、死体の原用化処理、安定化の一方法ということもできる。なお、墓埋法では土葬など、仮葬以外の方法を禁じてはいないが、 環境衛生面から行政は仮装を奨励している。特に東京都、島しょ部以外では、八王子市、町田市、国立市など十四二町一村を除くや大阪府などでは条例で土装を禁止している。散骨される場合もあるが、北海道長沼町など都道府県、または市町村の条例により禁止、規制している地域もある。近世後期以降、 皇族の埋葬方法は基本的に土葬であるものの平安時代前期から近世前期にかけては天皇皇族の埋葬方法は仏教の影響からむしろ仮葬が主流であった1617年に崩御した古洋勢天皇を最後に仮葬の制は一旦取りやめとなり時代の御水のお天皇以降は昭和天皇に至るまで土葬が続いている巨大な量 墓を築き土葬する古代様式に服されたのは、奥八兵衛の逸話に見て、取れるように幕末期に崩御した公明天皇以降である。明治以降から昭和前期までは、皇族の埋葬方法は、基本的に土葬であった。しかし、昭和中期以降、寮に葬られる皇后を除く皇族は、本人、もしくは遺族の希望等で仮葬される例が増えており、その最初の例となった。 七分の宮洋人志新納以降、皇族の身分のまま皇居した者、新納妃含むは、最新の事例である2016年10月に皇居した、三笠宮高人新納に至るまで全員が、仮装されている。七分の宮夫妻や高松の宮夫妻については、夫婦が死装されている。天皇皇后については土葬とされていたが、2012年4月26日、宮内庁は、 天皇や皇后が崩御した、祭の埋葬方法を、秋人上皇及び、道子上皇后の意向により、旧来の土葬から火葬に変える方針で検討すと、発表、儀式面の変更について、検討に入った。宮内庁の説明によれば、この検討開始は、前年秋の道子上皇后の誕生日における、記者団からの質問をきっかけとしたものであった。 上皇后は即答することは避けたものの、前々から自分たちの創生については話し合いを持っており、上皇はこれを機会として、宮内庁に検討を要請したという。上皇はいずれ自らが葬られることになる、武蔵寮墓地に自分たちを含めて少しでも多くの被葬者を収容できればとの意向を持っていた。しかし敷地は限られており、仮葬であれば寮の用地を縮小できるので、 被葬者数の増加が実現できるのではないかと考えたという。そして2013年11月14日、検討を終えた、宮内庁は、上皇と上皇后の葬儀を仮葬とすることを発表した。徳神天皇や秋篠宮皇師などの皇室関係者の了承も得ている。仮葬は、武蔵領墓地に設置される専用の設備を使って行われることとされた。同時に、 両者の御捧ぎの予定地も、大正天皇陵の玉陵の西側に定められた。上皇后との合奏も上皇は希望していたが、上皇后が恐れ多いとして、事態を申し出たことに加え、先だった方の祭祀が後から放御した方の、葬儀行事中には行えないという技術的理由もあって取り屋となった。しかし陵は完全に隣合わせに造営されることとなり、皇族廃所などの設備は、 別々に設置されるものの、一般廃所については、教会は設けられず一体的に整備される。これらの変更により、当初の意向通り、量のサイズ及び長域が大きく縮小されることとなった。段階の世代すべてが75歳以上になる2025年には、年間死亡者数は140万人を超えると推測されるため、仮想場不足が深刻化し、葬儀、仮想、 埋葬ができない、いわゆる、葬儀難民問題が到来することが懸念されている。1988年には全国に1900以上あった仮想場が2016年時点には統合。大型化の影響などで1500に減少し、死者の数がピークに達する2025年には、東京近郊などの都心部を中心に仮想能力が追いつかない事態が想定され、 首都圏では仮想まで一週間待ちなどの事態も生じている。しかしながら仮想場の新設に対しては周辺住民の反対運動が多く建設がスムーズには進みにくい。一方、仮想場不足をチャンスと捉えた遺体ホテルなどの新ビジネスが生まれている。埋葬場所の不足も深刻で東京都では八カ所の都立霊園の申し込み倍率は二重から三十倍となっている。 中華人民共和国では、仮装を奨励し、人口の少ない地域や一部の少数民族を除いて、土装を禁ずる条例がある。勝手に土装した場合の罰則もあるが、十分に守られているとは言えない。土装を禁じた地域での2013年の仮装率は64.88%であった。一方台湾では、仮装率が2003年には77.19%だったのに、対し、 2013年には93.66%に増加している。韓国では、儒教思想と風水地理思想、そもそも仏政策が支配的だったりし、事朝鮮時代の清州地政下で、仏教の葬儀形態である仮葬が禁止されて、以降、土葬が主流となり、一人ずつ土を盛り夫婦を作って埋葬し、秘跡を建てる慣習があった。しかし、 土葬するための土地の不足などから火葬を奨励する市民運動なども起こり仮装をする人が徐々に増加。これは日本同様狭い国土に人口が急増しソウル首都圏など大都市で土葬を行うための土地を確保できなくなっていることが理由となっている。このため大都市部での土葬は宗教指導者など一部の人に限られており近年では2009年2月に死去した。 韓国人発のキリスト教数奇教、金久士官、同年8月に死去した元大統領、金大中の例がある来である。1994年では、仮装されるのは20.5%の割合であったが、2005年には52.6%と、半数を超え、2015年には、仮装率も80.5%となった。仮装の増加に伴いどまんじゅうを模した、納骨堂や、 家族のお骨董など新しい形の僧霊施設が出現している。アメリカ合衆国での仮想率は2012年の時点でミシシッピ州の10%台からネバダ州の70%超まであり、州によって様々である。政治的にもリベラルな気風を持つとされる西部では仮想率が高く、対して保守的な価値観が優勢であると言われる。中南部では低い傾向にある。 合衆国全体では43%であり、今後も上昇すると予想されている。イギリスやカナダでは70%程度、フランスでは農村で土層の傾向が強く仮想は40%程度である。昔に比べれば、近年は仮想に対する危機感は薄れており、また、全近代よりも圧倒的に多数の人口を抱える現代では、埋葬地の確保が困難なことから、 教会に仮装場が併設されている事例も増えている。仮装時には、棺を使用することには、とらわれず、遺体袋、ボディバッグやケースを使用する場合が見られる。また、葬儀を行わずに直接仮装を行う事例は、ダイレクト仮装と呼ばれており、このケースでは、遺体袋すら使用しない場合も多い。 ソ連崩壊後のロシア連邦において伝統的に土葬を行ってきた聖教徒であっても経済的な理由から仮葬にするケースがある。これに示されているようにロシア聖教会に限らず全世界の聖教会でも仮葬が禁止されているわけではない。ただし土葬に比べて仮葬の比率は低いものに留まっている。ギリシャにおいては 2006年に仮葬を認める法律ができたものの2014年時点でもなお仮葬を行える施設がギリシャ国内にない状態である。またギリシャ正教会は仮葬を認めるのは虚無主義でありまた宗教弾圧であるとして反対、仮葬を希望する人の葬儀は取り行わないと宣言している。キリスト教も死者の復活の協議を持ちこの際に 元の肉体が必要と考えられているため、伝統的に仮想に否定的な見解があるが、日本においては必ずしも採用されている見解ではない。正教会、カトリック教会、聖公会、プロテスタントのいずれの教派の信徒も、他国では通常土葬されることが多いが、日本においては仮想されることが一般的である。ローレン・ベットナーは、不死で、聖書、 吉脇七時二十五分マイナス二十六、第一サムエル三十一、十から十三から、仮想が呪われた者に対するものであったとして、仮想に反対しているが、この本を日本語に翻訳した、小山礼二は異なる見解をとっている。ユダヤ教、イスラームでは、死者の復活の協議を持ち、この際に元の肉体が必要と考えられているため、仮想への近畿が強い。 イスラム教では、仮想をさらし首などと同じ処刑後の死者への追加刑罰と得ることもあり、イランなどでは処刑された犯罪者は仮葬される。仏教と関係が深いヒンドゥー教でも、最も多い曹操手段は仮葬である。通常、遺体は棺桶に入れず、布でくるまれる。仮葬は、仮葬ばか墓地で行われるが、いずれにしても、屋外で、滝に、仮葬用のもので焼かれる。 遺骨は川に散骨する、水槽同様、ガンジス川の人気が高いことから、仮想場の多くは河原にある。仏陀の教えに従って言えば、仮想は、意外を火によって速やかに既存せしめることで、死んだ直後の霊魂による自らの肉体への未練を断ち切るとともに、立ち上る煙とともに霊魂を天上界に送ることで成仏を促す行為であると。いい。この点は、ユダヤ教。 キリスト教、イスラーム教の教義とは対象をなす。このため、死後できるだけ速やかに火葬をするのが良いと考えられている。現代の日本においては、火葬場特有の高い煙突から立ち上る悪臭を伴う煙が近隣住民から疎まれるため、建屋街への煙突を許さずに煙も出さない最新型の火葬路を設置する火葬場が多くなってきている。 インドでは変死人、病死、交通事故死などを含む都用事は、水槽にする。変死人都用事は、己の生命を全うしなかったために、改正の機会を与えられないという理由による。このため仮葬者の遺族は死者をあまり嘆かないが、焼かずに川に流される者の遺族は、しばしば狂ったように泣くという。仮葬に要する時間はおよそ30分である。骨を拾う習慣はなく。 灰となった以外はそのまま川へ流される。儒教では仮装は体の既存行為であり、中国の歴代王朝の法典においても禁止が明記されている。しかし、当中後期に仏教僧侶の仮装が盛んになり、僧以降は土地や費用がないなどの理由で一般に仮装が多く行われた。明では復古的政策をとって仮装を厳禁したが、 それでも仮葬はなくならなかった。人が焼ける時の匂いには、その個体により強弱があるという、インドで神のように崇められた賢者が仮葬にされた際には、村中に悪臭が漂って何日も消えなかったという伝説がある。また、人の心理的な原因により仮葬の匂いに対する感じ方は大きく左右される。インドやネパールのように露天で焚き木を使った仮装では、 実際には、木が焼ける匂いの方が強く、人体が焼ける匂いは隠蔽されるのが普通だが、人を焼くという非日常的な印象や死に対する嫌悪感などから、それを嫌な匂いと錯覚する場合が多い。日本において、火葬された後に残る遺骨、遺体をどうするかは、遺族の考えや地域により差がある。骨上げで、関東では遺骨すべてを骨壺に収める傾向が強いのに対して、 関西では、喉仏など一部を拾うに止めることが多い。異界には、歯の治療や人工骨などで使われた貴金属、金、銀、パラジウムなどが含まれる。重骨時に遺族が持ち帰らなかった残酷界に対する自治体の対応には、全国統一の基準はなく、厚生労働省が2018年に初の調査を実施した。調査対象141自治体のうち94。 自治体から回答があり、約2割は、有価物を自ら回収して、売却収入を歳入に繰り入れている。他は、売却収入を当て込んだ業者に0円や1円などで、処理を委託しているケースが多いが、複数回答や明確な回答を避けた自治体もあった。貴金属の回収により、愛知県名古屋市は1000万円、東京都は300万円の収益を得ている。 このような処理については遺族には知らされておらず、無断で行われている。これに対して一部の市民団体などからは主体を、監禁するのは不敬であるとして、抗議の声が起きている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。